ささみと梅干しのさっぱりご飯。ささみは全体にフォークで穴を開けます。少量の醤油とお酒を全体になじませて、ラップをふんわりとかけて電子レンジで5分ほど火が通るまで加熱します。梅干しは種を取って粗く刻みます。生姜は皮を剥いて千切りにしていきます。加熱をし終わったささみは粗熱が取れたら手で小さく裂いていきます。刻んだ梅干しにお酢とお砂糖を混ぜます。でこのように合わせ酢のように作っておきます。温かいご飯に混ぜます。で全体に梅干しとお酢が行き渡ったら、ささみ、ごま、そして千切りの生姜を混ぜます。梅干しやお酢に含まれるクエン酸は運動時に生成される筋肉中の乳酸を分解して疲労回復を高めたり、またミネラルの吸収を良くします。